はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たなナーススクールやってまいりました。やっとですね。さあ、やってまいりました。今回ですね、エンミックスさんたちから、こちらのダンス解説の方をしていきたいと思います。収録ボタンをファイというところで。よろしくお願いします。いや、本当にすごい引き出しの量と、そしてダンスのレベルの高さと、もう、さすがでございますね。JYP さんね。見ていきましょう。もうね、すごいいろいろ話したいことがたくさんあります。まず、0分00秒、ここですね。船出の時というところでございまして、皆さんが、この腕を組んで立ってるっていうところ、全員の顔が見えるし、これから戦いに行くぞっていうその魚鱗の陣ってやつですね。いわゆるこのピラミッドっていう形なんですけども、これを組んでるっていうところで、もう攻める気持ち満点なんですよね。で、ここから、踊り出しというか動き出しが、その、こうやって開いていくとかじゃなくて、全員でこのまんま後ろに下がっていくっていう、もうこれがすごい。このかっこよさっていうんですか。で、ここからこの前行きますね。いやー、かっこいい。で、何があるんだろうかと。わお、おーおーという曲のタイトルがここで出てきます。そして船になります。いや、マジでもうその、今回の楽曲の全てをここでも最初で全部表すっていう。まず、私たちがいます。タイトルは OO です。コンセプトは船ですって、もう全部が出てくるわけですよ。ここの最初で。すごくないですか？すごすぎちゃって、ちょっと本当に。この自信溢れるソリですよね。前行きますよね。始めるよと。陣形変えるよと。ズーバーン！おおだよと、船だよと。で、この船を作るのはやっぱその後ろでふおーっていうその船の汽笛みたいなのが鳴ってるからっていうのもね、その船出をここで意味するわけですよね。で、コンパスとかもちょっとこう動いたりして、そして踊り始めるという。ははは、ここの揺らし方も僕超大事だと思ってて、ダーン、ダーンってとこですね。これが、ダーンじゃないところにやっぱり意味がある。揺らすっていうことは、それだけ力がこもってるっていう風に見えるじゃないですか。重たさっていうところにつながるので。で、その重たさが見えてくることによって、今回のエンミックスさんたちのそのパワフルさみたいなものが、すでにこう伝わってくるし、楽曲も、ヘイ、デー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 っていう風に始まってく、そのヘビーパンチ。んドスーンっていうものがめちゃくちゃ伝わってくるので、もう最初からそのつかみとして満点ですよね、これはね。大砲を構えますということで23秒でございますね。これはね、すごいわよ、本当に。あの、ガールズグループで大砲を構えた人たちいるの？は、ちょっとね、僕の知る限りはちょっとないんですよ。っていうぐらい、大砲構えるっていうのはその、ボーイズグループとかっていうよりかは、もうそのダンスの中で、B-boy の方ですね。ブレイクダンスやってる方たちがやるのは僕よく見るんですけども、あとはダンスバトルとかで、何かその自分たちのメッセージ、俺たちは強いんだぞと、ああ、撃ってくぞ、ぶちかますぜっていう時に結構使います、大砲は。ここはドーンドーンってなったのはまさにこう2発撃ってるっていうところですよね。で、この後のパッペネパッペネパッペネ、かっこよすぎる。この手をちょっとここ小指クロスさせるところですよね。パッペネパッペネって、これもすごく印象に残ってます。で、フローの後のダンス、ここからのダンスがすごく前へ前へ走ってる印象が皆さんの中であると思うんですよ。ただ皆さんは前に前に出てるわけではなくて、その場にいらっしゃるなんだけれども、この勢いがすごく伝わってくるのはなんでかっていうと、腰の乗り方にありまして、タラララララタタタタタタっていう風にずっとこれ腰が乗ってんの分かりますか？後ろに、タッツ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 っていう風になってて、これがいわゆる音のリズムっていうものがずっとここで生きてるんですね。生きてる状態で手の振りがちょっとこう変わってくるっていうところになるので、足元をベタ足でその場でつけた状態で、ある程度の長尺をその場で踊り切るっていうのは結構難しいと思うんですね。飽きちゃったりとかがあると思うんですよ。なんですけども、そこのバランス、同じことしてるけども違うこともしていくんだよっていうところの、その振り付けの見せ方っていうところで僕はこれ超好きですね。ジャンチャカチャッチャチャッチャチャッチャ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 、だいぶこのまんまなんですよ、足の位置が。で、ここでやっと動き出す。素晴らしいですね、本当にね。で、からのこの後のフロアの使い方というところで、3分の38秒ですかね。
ジャンプも高いですね。ここで膝をついたと思ったら、一回すぐ上がって、向き変えて、向き変えて蹴って、また向き変えて立ち上がるっていうところですね。もうどんだけその体の向きを変えていろいろな見せ方をしてフロアの中に長く居続けるんだろうっていう風に思っちゃったんですよ。フロアの中にいる時間も実はこれすごく長いなと思っていて、僕の中では。でうまくその立ってる方たちと一緒に連動していくと、ここでまずふっていうところを取った後に蹴ってくる足を飛び越えて、で今度は蹴り上げてくる足を止めるんですよね、ここでっていう風に、その連動の仕方、リンクの仕方、立ってる方も立ってる方でこのフロアにいる人たちとの接点が必ずあるっていうところで、別々になりきらないっていうところがまたうまいなっていう風に思うんですよね。すごくないですか。でこの後のダンダンダンの後にタッタラかな、そのまんまの動きでピュッていう風に NMIX っていう方の手を作りに行くっていうところですよね。ザーラザン、はあ、うまいです。もうその振りと振りのつなげ方、天才ですね、本当にね。でからの、あ、NMIX はちなみにね、右手が上、左手が下で N を作ると NMIX。僕もですね、日農研にいましたので N バックをしょっておりました。はい、なんでございません。からのですね、57秒の入りが最高というところでございますね。あ、ちなみにここ N を作った後に、広がって X がありますね。 N の後のミックスの XX××がこれなんじゃないだろうかっていうところは視聴者様のコメントでいただいて、なるほどねっていう風になりました。 OO がさっきできたかのように、今度はミックスの XX××の部分をここで作っていくっていう、はぁ、すごいっすね。ダンスってすごいですね、ほんとね。5、6、7、8っていう風に、サビはちなみにその、この、ここからサビなんですよ。ここがサビなんですけど、ここに来る前の5からすでにもうダンスは始まっているっていう、その駆け出す部分がめちゃくちゃかっこいい。で、大事なのは手の形ですね。伸ばしてこう爽やかな美しい感じで来るのではなく、鍵型というんですか、ちょっとこう虎の手を作った上でこれで踊っていくっていうところが、そのパワフルさっていうところにつながってきます。掴んで、掴んで、開いて、パカパカパー。もうここの勢い。で、ここですよね。見たことないです。こんな振り付け、サビで。しかもそのガールズグループで。ただ、フロアに入るとか、ちょっと低い姿勢でダンスを踊り始めるっていうのは、割と最近ちょっと増えてきたのかなっていう風に思うところはありますね。ガールズグループの方たちも、どんどん低い姿勢で踊ることが増えてきてるというか、でここ立ち上がってくるところのこの手元もこの手ですよね。でここで書くところの手もですよね。あとね、これ左手を人差し指、右手をお皿にしてこれを巻くというバラバラの部分ですね。でハナハナの部分のこの手元もっていうところで、基本的にもう見たことがないダンス、本当に見たことがないダンス、もう何度も言うんですから、アイドルの方たちのダンスでこのニュアンスはちょっと本当に見たことがないので。であとここもですね、これキープした状態で腰トントンやって腰2回乗る、でここで止まる、どん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 、その使い方するっていう音の聞き方とその踊り方をしてます、本当に。まずここキープして、手元キープした状態でこのチョップってなんだろうっていう風に思うんですよ。見たことなくて。でチョップチョップ腰腰っていう風に1、2、1、2っていうその腰の乗り方、みたいな。でその後に、両手双眼鏡を作ってどん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 っていう風に、完全にもうその手元手元手元顔顔っていう風に持ってくんですよ。大きく動いてたのにいきなりここだけにこうちょっと集約させるっていうミニマムな見せ方をしていくじゃないですか。ここのね、その聞き方が、音のその表現の仕方がちょっと僕の中では見たことないというか、ここで止まるんだみたいな、
サビだから行っちゃえばいいんですよ、普通にわーって。なのに止まるんですよ、ドン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 だけにもうフォーカスして、そのドンドンドンが来るまでずっとこれで待ってるっていう、なかなか恐ろしくてできないですよね。普通だったらもう踊って踊り切ってゴールっていう風にサビはもうずっと動き続けるものだとやっぱ思うじゃないですか。なんだけれども、なん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 っていう風に止まれるんかいっていう。最後はここはやっぱこう首だけでこう動くところの、ちょっとロボットみたいな質感っていうんですか、無機質な質感っていうところにフィーリングを変えてくるっていうところがすごい。で、それやった後にまたみんなでうわーっていう風にこう眺めていくというか、行く先をこう見ていくみたいな、この双眼鏡、ここはやっぱだからコンセプトにのっとってますよね。船の上にいるんだっていうところの、この見据えていく双眼鏡ダンスっていうところすごいですよね、ほんとね。エンミックス、ここでもうなんか人が変わったかのように一気に表情が変わるっていうところ、これはもうマジで皆さんのその何ですかね、表現力っていうところなのかなっていうふうに思います。もうみんなめちゃくちゃいい顔するじゃないですか。これが見たかったし、かっこいい表情のみんなも見たかったかしっていうところで、なんかこの二色パンみたいな感じですよね、本当にね。これはもう本当に素晴らしいダンスだなっていうふうに思います。さっきのそのベタ足の話とやっぱちょっと似てはいるんですけれども、みんなの一体感、あとはすごい揃ってるなっていう雰囲気も伝わってくるので、まとまって見えてきますよね。そこまでって結構こう移動したりとか一列になったりとか、動きながらの振り付けが多かったりとかしているので、まとまった時に、まあ7人様っていうところもあるので、非常に見やすさっていうところが映えてくるんですけれども、その時のここで、なんでこれ見やすいのかなっていうのは、まず皆さんのその揃い具合っていうところもあるんですけど、頭を振りながらこう、次の方向に行くっていうところのダンスが結構ポイントになっている気がして、振りますよね、頭一回ね。で、この後にまた頭を振りながら、戻ってくるんですよね。で、腰叩いて頭振りながら次の方向に行きます、頭振って戻ってきますっていう風に、髪の毛が描くその弧の軌道みたいなところまで揃うっていうところで、非常にここはまとまり感っていうものが頭の先から髪の毛のその先っぽまでがっつり揃ってるんですよ。だからこそこのまとまりっていうところにしっかりとフィックスしていて、一気にここのリリーちゃんのパートっていうものが前に明るく輝く出てくるんじゃないかなっていうところはありますね。みんなが後ろ向いて下がっていく、一人を残してっていう、この多分全員が後ろ向くじゃ、全員じゃない、その皆さんの後ろ姿でウォーキングで見せるっていう、これめちゃくちゃかっこよくないですか。ここ超ドラマチックじゃないですか。つなぎ方が本当にうまいなと思って、でここの最後にこれですよね。みんなで前向いてこうなんか砂をかける。この後になんとまあブランコが待ってるというところでございまして、これはね本当にすごいわ。ブランコ作ろうって誰が言ったのってなりません？いやー、だからブランコ作って乗せたら可愛いよねっていうところで、これが画期的なブランコ、1分54秒になるわけですけども、いやもう本当にここに来るまでにいろいろな出来事が起こってるわけじゃないですか。船が作られて、王も作られて、バッテンもあって、大砲も撃って、いやだから、いや、なんか、韓国のダンスシーンって、こういうのうまいんですよ。実はストリートダンスの中でも、こう何かを作るっていうことに、結構韓国の人たち長けてて、これはだからその、日本から見てて韓国すごいなっていうふうにいつも思うポイント、こういう発想力ですね。もう勘弁してくださいよ、本当に。すごすぎる、マジで。これは。全員でやるのはもうね、そんなすごいわよ、本当に。全員でやろうってなる、本当。一人で、本当だから一人やっただけでも、もう万々歳なところを、これ6人でやるってね。いやー。っていう感じですよ。だから、いやーっていうポイントが、ここまでにいくつあっただろうかっていうところですよね。で、この真ん中の方がね、やっぱすごいわ。いや、いかついですよね。モード変えるよねっていうところで、物理的に自分たちのその側面を変えるっていう、ここから反転するじゃないですか。なので、元の世界にその、ひっくり返すんですよね。
本当にその体ごとひっくり返すっていう、楽曲的にも物理的にももう全部本当にひっくり返そうっていう、もうなんか発想ですよ。だからもうマジでこれがだからクリエイティブだよねっていう風に思います。本当にこうね、学びが多すぎてすごいなって思うんですよ、作ってる方たちが。これもね、なんかその双眼鏡を見るみたいなところと何かこう繋がってるのかわかんないんですけど、前を見てくっていうところ、見たことない振り付けで、もう一回これが入るっていうね、結構この印象も強いですよね。で次ここです。おって、ここは全員でやるっていうのもあったと思うんですけど、全員でやらないんですよね。ここはこれもね、だから全員でやったらやばいと思うんですよ。これはこれでなんだけど、こう一人ずつ展開していくっていう、このちょっとずつ見せていくところが上手くて、なんでかっていうと、まだこの後に展開があるからっていうので、ここで全員揃えますよね。ここでまた揃える。その腕を組むっていうのはやっぱり自信の表れというか、ポーズになるわけですから、結構強いメッセージ性を持つポーズなので、もうチョワーっていうこの首だけで、しかも音の取り方、どんどんあーどんどんあーどんどんっていうこの首だけ、もうね、音の聞き方、表現の仕方もえぐいです。本当にそこしか取らないのっていう部分ですよね。さっきのこことここはつながってるかなっていうふうに思います。でからのこれもうどうなってるんですかね。でここも揺らすじゃないですか。だから揺らしってことは、要するに重たさ、パワー、そこを表現してますね。でここもやっぱちょっとクロスさせるんですね。あ、 N ミックスのあれか、 X の部分たこれ作ってんのか、そういうこと。いや本当にやばいですよ、ここも見てるところがもうなんか O を作るんですね。バッテン作って、もうすごすぎます本当にいくつあったの本当、10個以上すごい、あのアイコニックなポイントっていうか印象的なものが出てきてるんですよ。これね、なかなかないと思います正直。ここまでその要素に富んだというか、ネタに富んだ振り付けコレオグラフっていうのはちょっとね、あんまりお目にかからない部分もあると思うので、その力の入り具合とかもそうですし、その NMIX さんたちにそのかかってる期待もそうですし、その裏で、作られてる方たちのその強さというかセンスだったりとか実力っていうものがビシビシ伝わってくるかなっていう風に思ってます。本当にこれは結構革命的なダンスになるので、こういうところにがまたこうトレンドになってくるんだろうなっていうふうに思います。このガールズグループのダンスのスタイルが少しずつこう変化してきてるっていう、その匂いだったりとか風向きを感じるわけじゃないですか。まさにこの作品がそれに当たると思うので、たくさん見ていただいてね、ワクワクしていただければなというふうに思います。個人解説またここからね、ちょっと気になる方たちお話ししていきたいなというふうに思いますので、お楽しみにしてください。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。